皆さんこんにちは。ワールドワイドに音アニメに萌え萌え三味線声優の水木桃佳です。はい、2月限定生写真サイン付き頼んでくださった皆様ありがとうございます。はい、次は節分に続いて猫耳の制服コスプレでバレンタインというテーマで撮影させていただきました。ありがとうございます。というわけで今ね、ご注文してくださった方、手元にお写真がある方はあるかもしれないんですけども、こういう猫耳とこれは自分で作りました。そして実はですね、制服に着替えまして、はい、ちょっとね部屋が狭くてちょっと立つことができないんですけれども、こんな感じで撮影させていただきました。で、5枚頼んでくださった方はね、メガネ付きだったりメガネがなかったり、バリエーションも豊富となっております。ありがとうございました。では今度は3月でお会いしましょう。水木桃佳でした。バイバーイ。